なんかまたやってるけど。あれ、ちょっと T シャツ変えた方がいいんじゃない？球団 T シャツに変えた方がいいんじゃない？変えた方がいいと思う。今年結構ドラフト注目なんですよ。マジですか？結構本当に注目です。インサイドスライダー決まってます。スライダー選抜でも実は B シーリング選抜です。マジ結構注目です。マジですか？19位よ。18位。14個下。すごい。はい。はい。ミットこんな使えるんだ。いや、ナイスボールでした。ありがとうございます。じゃあ改めまして、名前よろしいですか？埼玉武蔵ヒートウェアーズ背番号3番、高橋久太です。高橋選手、はい、選抜、はい、選抜出て、なんか注目選手。いやいや、全然これから。やっぱね、BC リーグに入ったからには NPB に行くのがやっぱもう、はい、目標じゃないですか、はい。どういう意識で毎日、まあ今18歳だと思うんですけど、1年目だと思うんですけど、どういう意識でこう毎日取り組んでますか？そうですね、高校野球とこう環境が全部変わったので、うんうん、まあ、日々、まずこの環境に慣れて、環境に慣れることと、まあ、最近はしっかり慣れてきて、うん、まあ、ピッチャーの球であったりとか全然レベルが違ったんですけど、うん、まあ、ここ最近はちょっとずつ慣れてきてこう対応できるようになってきたので、まあ、あとはどんだけ、まずはチームが勝てるように自分がしっかり打って試合に出て活躍できるようにっていうのと、あとはスカウトだったりとかにどんだけアピールできるかっていうのを意識して日々毎日頑張ってます。高校野球出ましたけど、高校野球夏の思い出って何かあります？夏の思い出。自分は高校キャプテンやってたんで。あ、そうなんですか。はい、高校群馬の関東学園で、うん、関東学園大学と高校と、まあ、思い出、全部思い出なんですけど、まあ、自分たちの代は最弱世代って言われてたんで、人数も12人しかいなくて。あ、そうなんですか。もう最弱世代って言われてたんですけど、はい、まあ、そのチームでしっかり8まで、ベスト8まで行って、まあ、最後県大にゴールドで負けちゃったんですけど、はい、まあ、しっかりそこまでの過程で
全員でしっかりやりきれたっていうのは一番思い出かな、うん、自分たちの代だけ集まんない。あ、そういうことですか。コロナの次の代だったんで。はいはいはい、そういうことか。あんまり集まんない。なるほど。でもその12人の絆っていうのはやっぱ、ね、深いもの。他の代よりも絆は深いっていう監督にも言われました。うん、うん、あ、そうなんですね。仲間とのなんかそういうね、絆の大切さとかね。まあもちろんその11人のメンバーたちはみんな応援してると思うんで、ちょっとあの YouTube ですけど、ちょっとあの11人の方々にちょっとメッセージお願いします。恥ずかしいです。見てもらえることもいいので、恥ずかしい、一緒にやってた仲間、ちょっと恥ずかしい俺はこれから先まだまだ NPB 目指して、野球頑張るので、またたまに試合見に来たり、まあ、一緒に飯行ったりとかしたいんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すごい緊張してるじゃないですか。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。